でですね、ガズちゃん今さっき頑張ってもらいましたので、隣にいる私が次は歌を歌いたいと思います。マジで？はい、マジです。隣にいるのは？はい、青木里奈と申します。青木里奈さん、はい、知ってる？佐賀県でですね、佐賀県生まれ佐賀県育ちで、先ほど出てきてた方もね、佐賀県生まれ佐賀県育ちでしたけども、私もね同じく佐賀県生まれ佐賀県育ちでやっております、青木里奈と申します。よろしくお願いします。テレビ出てるよ。テレビ、はい、テレビ出てますよ。どうもよろしくお願いします。ラジオやってる方、ラジオもやってますよ。どうぞね、どっかでね耳にした時にはね、あいつだと思っていただければと思いますけども、普段は歌歌わないんですけども、今日はね、今日歌います。今日一部でも歌いましたけど、今日は特別です。レアです。こんだけ人がいるからね、歌ってちょっと好きになってもらったらやったぜって感じですからね。ああ、はい、そうね。ああ、そうね。今日はね、みんなの心をカッチとね、はい、やっていきたいと思います。カッチカッチ古いね。はい、ね、じゃあ私は逆売りをいいですか。はい、火がかけてきたところで、はい、はい、じゃあね、はい、青木玲奈さんが歌う、はい、カタリナカタリナさんもの何回も逆振りしてるのに間違ったよね。もう何百回と逆振りしてきたのに、私は間違ったね、今ね。今ほらあれ、何、あのもったいぶったの、もったいぶったのね。じゃあお願いしますよ。はい、間違いはないもん。カタリナさんものテーマだぞ。完璧じゃないか。はい、よかったら皆さん手拍子をお願いします。歌はねあんまり上手じゃないんですよ、はい、ごめんなさいね。温かい皆さんですね。暑いからですかね。